で、はい、めちゃくちゃに可愛いデッキができるのはご存知ですか？ご存知ですね。はい、こちらなんですよ。まだ何も言ってない。こちらなんですよ、見てください。トゲデマルがトゲダッシュして、はい、その後に、これ、はい、デデンネが前の番にトゲデマルがトゲダッシュしてたら、相手を麻痺にして、はいはいはい、その後次ピカチュウです。前の番に、デデンネがデデショートを使ってたらピカチュウで、200点ダメージ1ネで打てるという。入れ替えんの辛くない？揃えるのも大変だけど。いや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 、全然余裕ですよ、そんな。だいたい、だいたい倒されるんで。そういうこと。いや、まあまあ、あと普通にエネルギー張ってるからエネルギー切って逃げればいいだけ。あ、なるほどね。まあ、全然余裕です。はい、で、このモルペコ。こっちも、デデンネからモルペコに行く可能性もある。こいつはダメ感をばらまける。あ、なるほどね。で、持って。可愛さじゃ勝てねえんだよ。ポケモンカードは強さ。ラギア、アーキオス大剣。正直。蹂躙させてもらいます。正直。このデッキでお前ルギアで負けたら、多分もう本当に恥ずかしいことだ。ボールガイ全部あげます。やった、あのボールガイファイルくれるの。でもこれ本気でいきます。これトリピソンデッキ借りてるんで。あ、そうだね。俺ね、一応ね、あの家に来た人用にね、ルギアのデッキ2つ作ってるんですよ、はい、お前おかしいよ。それは割となんでルギアのデッキ2つあんの。割とテンプレ型なんでね、ぜひあの使ってください。気持ちいいな、はい、これ本当のポケモンカードこれで知れるんだ、やっと。そういうことだ。だってアイゴリさ、ちゃんとしたデッキ持ってねえんだもん。持ってねえ、ガチで持ってないです。ちなみに、はい、せーの、決める決めた。ルギア伝説ポケモン対決だな。さあどうぞやれよ。言うなんか陰弱、はい、おめえどうせルギアのデッキ使いこなせねえだろ。ミガードエネルギー、無理無理、お前にはミガードエネルギーやり方わかるかな。わかるよんだもん。わかるよな。実際って実際戦ってるし、アイゴリの方がカードゲーム俺より実際上手いんだよ。ハイパーボール、はい、オーケー。オーケー捨てりゃいいんだろ。そういうことです。アーケー捨てられるです。もう一枚ダブルターボ捨てて、はい、じゃあこっちかな。はい、ネオラントさん、はい、次のターン用だね。ネオラントはまだ出さないです。はい、わかりました。ネオラントはまだ出さないです。風船つけない。終了です。つけです。危ねえ、脳死でつけるとこだったぞ。はい、じゃあ俺のターンいきます。どうします。俺のルギアがやられちゃうよ。トゲデマル出します。トゲデマル、トゲデマルに基本雷エネルギーをつけます。不思議な尻尾使います、はい、上から、6枚見て1、2、3、4、5、6、その中にあるグッズを、1枚手札に加えることができます。ーー回収ネットしかありませんから回収ネット加えます。まだ山札触ります。レベルボールも使おうかな。なるほど。レベルボールで持ってくるカードはレベカス。どこだ、レベカス持ってきます。レベカス持ってきて、そのままベンチに出します。さらにクイックボールも使います。はい、クイックボールで、回収ネット捨てます。ピカニキにしておこうかな。おい遊びはもうやめようぜ。トリッピーピカニキにしておこうかな。これで、じゃあ風船をミュウに貼ります。メタモンも出しておきます、はい、マーリーです。あ、なるほど。ネオラントを流させてもらいます。ルギア V スター、はい、さっき山札さん後でシャッフルしておきます。僕もはい、4枚です。はい、手札は0枚なんで、はい、5枚引きます。5枚です。なるほどね。よいしょ。なるほどね。なるほどなるほど。うん、じゃあ、このまま、風船がついてるので逃げます。トゲデマルを前に出すぜ。トゲダッシュ、はい、10点だ。うらおぉ。あ、待って、雷弱点です。あ、違うわ。雷エネルギーだけど、鋼タイプだ。10点だ。そういうことだ。はい、で、ピカパスで C です。はい、コインを1回投げて表だったら、次の相手の番、このポケモンが気絶しても相手はサイドを取れない。なるほど。おら表、お前はこいつを倒してもサイドは取れないぜ。俺のターン、ドロー。コインよ、ルギア。なるほど。ルギア、あー、でも風読みしたいのかな、これな。確かにな。どうだろうな。迷っちゃうね。クイックボールだね。オッケーです。クイックボール、ロストスリープ、して、クイックボールで持ってくるのは、ここネオラント。はい、わかりました。また結局、ネオラント引っ張ってくるから。持ってきますよ。それはもう、はい、はい、ネオラント、ルギナサイン使います。はい。サポート1枚、サポート1枚持ってこさせていただきますよ。はい、博士の原型。うわ、そんな強いデッキ使っちゃって。いや、俺のデッキなんだけど。お前が俺に託したこのデッキ、はい、それで私は勝つ。進化のゴー。なるほど、進化のゴー。はい、持ってくるのは、はい、何ですか。アーキオスを持っていきたいと思っています。まあ、そうだね、博士の原型持っているんだもんね。博士の原型で強いんだな。これ猿でも勝てるデッキやん。確かに。はい、ハグスの劇でアーキオス落とします。はい、
これであとはだってこれルギアね進化したらもう殴り始めれるから。そうだよな。よってお前負けます。そういうデッキだからね。よって負けます。ルギア進化する。ルギア進化。うわー終わった。終わった。ルギア進化する。はい、してしまうんですね。まあアセブルスターしとく。あ、いやしとかないといけないね。アセブルスターしてみます。はい、ブイスターパワーアセブルスター。はい、どうぞ。自分のトラッシュから無色ルールを持つポケモンを除く。はい、そういうことです。だから、アーケオスが2台出せます。はい、V 以外が出せると。はい、で、アーケオスが毎ターン特殊エネルギーを山札から2枚獲得します。特殊プライマルターンを自分の場に1回使える特殊エネルギー2枚まで選び、自分のポケモンにつける。はい、そうですね。で、俺まだ手張りしてないよな。手張りもしてないです。じゃあここに1枚。はい、OK です。2枚までだもんね。2枚まで1匹につけます。ここに1枚でいいです。あ、ここに1枚でいいですか。1枚でいいんです。なんとこれ。なるほど。はい、はい、手札から貼るんでね。はい、でもう1匹のアーケオスの特性も使えますか。もう1匹も使います。はい、OK です。はい、パワフル無色と。はい、パワフル無色。なるほど。パワフル無色とパワフル無色です。最強です。さあ、パワフルクソ2層重。こっちはあと2枚必要だけど。わーい、そうだろうな。手札にあるんです。最強です。1枚を取らしに行ってしまったが。はい、では私、僭越ながら初めてのストームダイブさせていただきましょう。はい、了解です。ここで総裁してるんで220点ですね。変わらず220点ですか。はい、倒されます。拒絶しても最後は取れない。取れません、あなたは。関係ないです。いや、そうなんだよな。実際ちょっとやべえかもしれない。じゃあ、ミーを前に出します。遊びはやめよう。トレーティング。俺またドローするぜ。君もルギアを持ってきたまえ。うるせえ、俺はこれで勝つ。デデンデに基本雷エネルギーをつけます。レベルボール使います。あ、なんかやってら。持ってくるカードはそうだな、トゲデマル。トゲデマル、次のを育っておくんだよ俺は。さあ、トゲデマルを持ってきてベンジに、ね、出します。さらに、ピカニキにこだわりベルト全然意味なさそうだって。普通に弱点つけるもの。確かに。こだわりベルト、まあでもいらないからつけておこう。こだわりベルトをピカニキにつけるぜ。さらにピカチュウ来んのまずいな。先に白の覇気です。手札が5枚になるように山札を引くが、前の番に自分のポケモンが気絶していたら。勝手に気絶してんじゃねえぞ。気絶してるんで、サイド取られてないのに気絶してるんですよ。勝手に気絶してんじゃねえぞって。そうだよな。このポケモンが気絶しても相手はサイドは取られないだから気絶してるんだよ。ということで8枚になるように、6枚引きます。1、2、3。気絶してんじゃねえぞこの野郎。1、2、5、6。おめえが攻撃したから気絶してんだよ。なんだこの野郎。ふざけんじゃねえよ。レベルボール使います。なんだこの野郎。レベルボールで持ってくるカードはですね、ここで、デデンデを持ってきます。なるほど。デデンデを持ってきて、そのままデデンデ出していいか。いいよ。出して、いいよ。出さなくていい気がするな。デデンデ出していいよ。まあでも出しとこう。いや、ミュウ、まあデデンデ出しときます。不思議な尻尾使います。はい、6枚、1、2、3、4、5、6枚見て。なるほど。その中にあるグッズをハンドに加えます。回収ネットを加えます。回収ネットじゃんと。回収ネットを加えるんじゃぞ。はい、じゃあそのままミュウ逃げます。逃げるな。はい、デデンデを前に出します。何、弱いじゃん。60じゃんこいつ。60だな。デレショート。やばいよ、やばい。60点ダメージ。デレショート、この技は前の自分の番にトゲデマルが、トゲダッシュ使ってますね。相手のバトルポケモンをマヒにします。マヒはどう、横。マヒは横です。守備表示。守備表示にしてください。マヒにすると次のターン逃げれないし攻撃できない。逃げれないし攻撃ができない。そういうことです。さあどうする。ルギア死ぬやん。まずいって。ポケモン理解すればいいし、あと進化したらマヒは回復します。だからこのルギアは進化せずに残しといたら、あのマヒしたタイミングで進化したらマヒは治る。なるほど。はい、そういうことでございます。面白い。はい、面白いね。なるほどね。トリピカイン君はやってくれたよ。ああ、どうするんだ。入れ替えはあんのかい。入れ替えはない。風船は逃げだもんな。風船は逃げだ。張ってもみない。さあ一旦もらうことになる。大丈夫かよ、俺結局あれだけどね。ボスの指令。結局あれだけどね、回収ネット持ってるけどね。全てのカード、まあでも確かにミュウとかピカニキとかね回収させて、このアイテムを減らすってのはありかもしれないけど。ミュウが前に来たら次の番特性使っちゃうね。どうするんだろうね。あれ、アイロセスさん、もしかしてはかったな。はかったな。負けちゃうことがあるの。はかったな。トレッピーやれゆうさん、負けちゃうことがあるんですか。負けない。私は負けない。私は、まあ、負けるわけがないよ。ちなみに、ちなみに言うと、1体取られただけで負けるわけがない。ちなみに真面目な話すると、このアーキオスに自分でエネ加速とか、まあ、やりゆうたんにエネ加速して70点で倒してくる。毎ターンめちゃくちゃ強い。プライマルターボします。はい、OK です。プライマルターボしてからカードを引こう。はい、やれ U ターンとかで攻撃するのめちゃくちゃ強いです。
エネルギー貼ります。はい、どうぞ。ルギアは、そうだね、アーキオスに貼っとこうかな。そうだね、アーキオスに2枚貼ります。わかりました。アーキオス2枚と、はい、アーキオスに2枚OK です。アーキオスに2枚とアーキオスに2枚。なるほどなるほど、何でもいいもんな、これエネルギー。そうだね、何でもいい、ね、何でもいいもんな。まあでも例えばここにダブル、あのターボ、これ威力下がるやつ貼っといたら、いやないんです。あ、ないんか。もうないんです。あ、サイドに全部押してます。なるほどね。あ、じゃあ全然いいんじゃないですか、それで。そうか、マジで。まあ返すかい。まだ返さないです。まだ返さない。あ、そうか、サルジー使えるのか。オーロラエネルギー貼ります。 OK です。ここでクイックボール落とします。了解です。マリー、マリーは強いね。マリーマリーは強いね。おい、お前一瞬でもルギアデッキにかなうと思っただろ。いやー、いけそうだと思いますけど。一瞬でも思っただろ、お前。全然いけると思うけどね。一瞬でも思った。それが最大の過ち。なるほど。最大の過ちよ、お前。意味ないかもしれないけど、雪見ちゃっとこう。はい、意味ないですね。俺はもう使ったもんな。あ、そうだね。俺はもう使い切ったから。はい。そうですね、逃げられないならしょうがないな。まあ、お返ししかないですね。ルギアはここでやられるしかないな。はい、じゃあ終わりですか。終了です。俺のターンドローします。やったぜ、こいつ何もできてんで、ピカニキに雷エネルギー貼ります。で、デデンで逃げます。はい、で、デデンで逃げて、ここでピカチュウを、前に出します。おいおいおい、あれ、意外と戦えるじゃん。ピカチュウ勢が意外と戦えるな。じゃあこのまま、ピカストライク。前の自分の番にデデンネがデデショートを使っていたら180ダメージ追加で230点。なんとこれ弱点だけど、弱点関係なく倒せてます。痛いよー。はい、倒せてます。もういい。ほら、サイド2枚サイド2枚ほら、やべえ、勝てるぞこれ。さて、意外といい勝負するんだな、これが。それはどうかな。俺のデッキはおもちゃと言ったな。おもちゃだ、おめえのデッキは。何度でも言ってやる。お前サイド1枚も取れてねえんだよ、まだルギア。これはベンチじゃなくてもバトル場でもつけられるもんな。バトル場でもつけれます。強いね、このデッキ。ね、一瞬でもお前が俺に勝てると思ってしまった。それは俺の過ちだ。俺の過ちを正さなければいけない。俺の過ちなの？お前の過ちじゃないの？俺の過ちなんだ。俺の過ちは強くて、お前にそう考えさせてしまった俺の過ちで。なるほど。ハイパーボール、ハイパーボール、ハイパーボール。ハウスの研究捨てます。 OK です。ヤリユータンも捨てます。なるほど、ヤリユータンアタッカーとして残さなくていいの？一体いりゃ十分。なるほどな。ルギア進化します。持ってきてそのまま進化します。 OK です、わかりました。進化ですね。はい、強すぎ。はい、プライマルターボ使っちゃおうかな。 OK です。プライマルターボで、オーロラ。はいはい、この2枚、はい、やばい、エネルギーが枯渇してきた。枯渇してきた、やばい。大変です。まあ、サイド取ら、サイド取ればね、サイドからエネルギー取ってきた。サイド取ればね。ハガス研究、はい、ルギア落とします。ルギア落としてください。はい、7枚。強いね。もうこれ負けるわけがない。負けるわけがない。負けるわけがない。本当かな。負けが見えない。本当かな。負けを知りたい、敗北を知りたい。じゃあ殴っちゃおうかな。はい、オッケー。ですね、ストームダイブ220点220、240、260点。強すぎる。オーバーキル倒されます。望まならスタジアムを取らしてする。あ、取らしてもいいよ。望まない望まない望まない。さあ、ライド1枚取ってください。じゃあミュー前出します。はい、俺のちゃんドローします。ミューの不思議な尻尾使います。 1,2,3,4,5,6 枚見てグッズをハンドに加えれるぜ。どうぞ。グッズ回収ネットでも加えちゃおうかな。回収ネットを加えて、これ全部雷弱点じゃん。でも雷弱点あんま関係ない。普通220で飛ばせるから。かかす。はい、じゃあ、ミュー逃げて、トゲレマルを前に出します。また君かね。トゲレマル前に出して、そのままエネルギーをトゲレマルに貼らせてもらいます。お前はコイントスがな、うまくいかなければ何もできねえ雑魚なんだよ。そういうことだよな。ルミナスメイズの森。負けるお前は、負けるサイドを絶対に飛ばせないという。硬い石で戦わせてもらうぜ。なわけがあるかい。なわけがあるかな。本当なわけあるか。んじゃあここで、トゲダッシュを使う前にトゲレバルを1枚出しておきます。はい、はい、じゃあここでトゲダッシュを使うぜ。10点ダメージで。高くないわ、10点ぐらい。コインを投げて表だったら次の番こいつを出してもサイドが取れません。いやー、せーの、はい、裏、はい、ルミナスメイズの森でやり直せます。いきます。無駄。お前は無駄。
お前は裏です。くそー。所詮それまでの男。はい、じゃあ挽回します。はい、ルミナスメイズの森、割っちゃおうかな。割っちゃう？割っちゃう？割っちゃおうかな。割っちゃうのかい？どうしようかな、これね。なんかもう何していいか分かんないぐらいの手札になってるね、これね。まだアーキャスで投げていくだけだからね、アイゴリは。ああ、まあこれ、一旦マリにしようかな。うわやばい、最悪だ。ピカチュウとか戻してくんね。ピカチュウいるか知らないけど。エネルギー点数あったから、次のデデンのエネルギー、これできなかったらまずい。ね、それはまずい。はい、じゃあ4枚でーす。押してくんねお前。4枚です。まだ引けるでしょ。はい、5枚。はい。あ、よかったよかった。引けましたね。なるほど、よかったですね。引けましたね。ルピー君ね。はい。なるほど、なるほど。まあでも、あんまね、もう殴っていくしかないんですね。私ね、ストームダイブします。はい、OK でーす。はい、望みます。望トラッシュ、望むので、トラッシュします。望んでください。はい、取ります。最後取られます。じゃあ、まあ、ミュウから、はい、出します。ドローして、不思議な尻尾。5枚。1、2、3、4、5、6。どうぞ。さあ、ポケモンのグッズを、エネルギー転送を持ってきます。そのままエネルギー転送を使います。雷エネルギーを持ってきます。エネルギーが足りないよやばいよ、殴れなくなっちゃうよ。エネルギー足りないのエネルギー足りなくなっちゃうよ。ザコレクサやばいよ。ザコレクサよいしょ。やばい、エネルギー足りない。はい、じゃあここでレデンメにエネルギー張ります。はい、逃げます。ミュウさん逃げます。エネルギー足りなくなっちゃう。やばいよこれ、やばい、エネルギー足りなくなっちゃうって。レデンメです。エネルギー足りなくなっちゃうよこれ、はい、まずいよ。エネルギーやられちゃった。レデンメに風船つけます。やめろお前。レデンメに風船つけて、これちょっとまずくない？歯の何枚？5枚です。6枚です。6枚。うわー、ボス、いやボスあると思うんだよな。マリー打った方がいいような気がする。マリー打った方がいい気が…あ、でも関係ないわ。ボスあっても意味ないんだ。ボスあっても次麻痺だからポケモン入れ替えないといけない。まあ大丈夫やろ。ここはじゃあ一回保留で、デデンデ、デデショート使います。60点ダメージ。相手麻痺です。ほら守備表示にしろ。守備表示。はい、そうだね。前の番にトゲデマネが攻撃してるんで、デデショートが使えます。挽回します。やってくれんじゃねえか。やってくれるな。おめえ、まあ、おめえにまた希望を与えてしまった。これは俺のミスだ。俺はまだいけるな。ライバルターボ、ライバルターボ。さあ、エネカソかあんの、エネルギー。今回はやめといてやるぜ。今回はやめるった。今回はやめといてやるぜ。あれ大丈夫かこれ、アイドセンスさん。大丈夫に決まってんだろ。お前このデッキに入れ替えはさて入ってないな。入れ替え、わかんない、それは入ってねえな。無線しか入ってないよこの駅。まずいよ、負けちゃうよ。ラストスリーパー。はい、 OK です。うわ、なるほど、エネルギーを減らしていくわけだな。エネルギー、はい、そうだね、はい、そうだね。風船外すから、はい、次のターンにロストゾーンだね。はい、ロストゾーン、はい、次のターン逃げないといけないからな。俺エネルギー、デレンデのエネルギーがなくなってしまう。なるほど、かなり面白い。まいしないで。はい、終了。はい、OK です。俺のターンいきます。ドローします。さあ、じゃあここで、これ粒だよこれ。ルギア倒されたら俺粒、ルギア倒されたら俺粒。メタフォルにこだわりメイドつけます。じゃあルギア倒されたらエネルギーメイドです。いやーって言ってて、くさ。ほら、カピナルエネルギーだ。エネルギー足んないよこのデッキ。エネルギー足んないよこのデッキ。入ってんだよ。入ってねえから足りねえじゃねえかお前これ。いきなり変化で、つけます。負けちゃう、仕込まれました。仕込んで大丈夫です。やだ。でね、逃げます。こんなウターボン出します。こんなやつに負けちゃう。はい、マリ使っときます。やった、嬉しい。マジかよ、マジマジ。マジやった、嬉しい。アンドヘルから使っていいと思ったんだけど。5枚です。やった、嬉しい。5枚です。解決しようぜ、お前ら。解決しようぜ。じゃあ、このままいきなり変化使います。自分のあれでついてんじゃん、また打てんじゃん。トラッシュにある種ポケモン、ルールを持つポケモンを除くの技が使えますんで、はい、ピカチュウの技使います、はい。自分の前の番、自分のデデンデがデデショートを使っていったら180ダメージ追加で200点ダメージプラス30点で倒せます、はい。メタモンがこいつの技を使えるってこと？あ、そういうことです。あ、なるほど。メタモンのいきなり変化、トラッシュにある種ポケモンの技を使えます。まあこれでね、よかった。俺なんかもう勝手にこいつ2枚しかついてないって思い込んでてツボしてた。あ、なるほど。じゃあ2枚最後取ります。はーい、はい、どうぞ。俺のターン取ろう。はい、お前はこだわっていけ。どんどんこだわっていく。なるほど、こだわれ。こだわった意味ありますか？あります。うん、じゃああるわ。お前があるっていうんだろうな。スピードウィン120点。はい、倒されます。はい、嬉しい。はい、
そうだな、こういうテンポのいい戦いになっていくわけだから、やっとエネルギーが取れた。はい、じゃあミュウの、最初俺のターン、ドローします。ミュウマイナスで不思議な尻尾、1、2、3、4、5、6枚見て、強すぎ。その中にあるグッズをハンドに変えます。クイックボールを加えるぜ。ざけんなマジで。さあ、でもって俺はじゃあここでクララ使おうかな。自分のクラシからポケモン2枚とケモン2枚。強い、ルギア不在。さあもう何でも、ここはもう正直何でもいいけど、雷エネルギー2枚欲しいんだ。雷エネルギー2枚をもらうぜ。この4枚をハンドに加えます。なるほど。トゲネバルに雷エネルギーを貼ります。ほう、ピカチュウを出しておきます。出た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 、逃げまーす。出た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 、トゲネバル前に。おい、ふざけんなよおめえ、お持って出すんじゃねえ絶対。じゃあこのままトゲネバルでトゲラッシュします。10点ダメージでーす。ほら、お前は表を出せない。はい、でコインを投げて表だったら、お前は最後が取れません。取れるかな、いきます。うわぁ、よしまだいける、パーを返すぜ。まだいける、はい、まだ参る、進化の子。消えた。なんかある、なんかある。アーキオス、アーキオス。アーキオス、はい、もらっておく。はい、まあでもアーキオス出せないからな。アルタも出しておく。あ、マジかよ、まだ進化できるか。あ、それはうるせぇ、アタッカーが2つ戻ってしまった。クイックボール、クイックボール。ハイボスでクイックボール。オッケーです。あー、デッキ圧縮は大事。デッキ圧縮は大事です。デッキ圧縮は大事です。ここで最後の種ポケモン、なるほど、ルギアです。ルギアを持ってくる。最後の種ポケモンちゃんを持っていきます。ここでスピードウィングをします。はい、オッケーです。120点です。裏だったからサイド取れます。倒されます。しゃあ、おれミュウを前に出すぜ。こんなやつに希望を与えちゃいけねえ。不思議な尻尾使います。6枚、あ、やばい。あ、グッズ、グッズ回収レッドを加えるぜ。V スターデッキが、しかもルギアが、そんな非V デッキに負けるわけにはいかんのじゃい。ピカチュウじゃない、デデンネに基本雷エネルギーを荒らせてもらいます。やばい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 、ミュウを出しておきます。ミュウ逃げます。いけ、はい、デデンネだ。何度でも俺はやるぜ。来いよデデンネ。いけ、デデショート60点ダメージ。雷弱点だが、雷エネルギーを使ってるので弱点が取れない。よし、麻痺だ。お前は逃げれるのか。逃げねえ。ほら、来いよ。多分入ってねえ、このデッキには。なるほど。サルジエ、はい、OK です。サルジエします。はい、どうぞ。ほら、麻痺、何もできないね。ハイパーボール、なるほど、なんかあんのか。あ、ないっすね。対象なし。ボスがワンチャンあるか。ボスでなんか、かき乱したらワンチャン世界が変わる可能性がある。変わる可能性ある。何もできないので終了です。はい、じゃあ俺のターンいきます。ドローします。やばい、こんなやつに希望を与えてしまった私は。クララ使います。きつい。雷エネルギー2枚とポケモン持ってくれ。もうポケモンいらねえや。この2枚持ってきます。じゃあピカチュウに入ります。やめろ。はい、デデンネ逃げます。はい、で前の番にデデンネがデデショートを使っていたら180ダメージ追加ってことなので、200点ダメージ弱点で400点、サイド残り1枚だ。まあ見事だった。やっぱりピカチュウ、サイド残り1枚だ。ここまでよくやったが、ピカチュウとあとあのハリネズミ野郎取って終わりだ。確かに、いい音だったよ、本当に。実に見事だった。ハリネズミはコインを投げて表を出せばいいだけだ。アタック、倒されよ。スピードウィング120点ダメージ、100点ダメージだな。倒されます。はい、1人目の70なんで。さあ、ミュウを出すぜ。俺はサイド1枚取っていいぞ。ご苦労だったよトリピーク。見事だったろ。君はよくやった、本当によくやったよ。じゃあリザードン出して、リザードンに炎エネルギーつけて逃げます。これ、特性が相手が取ったサイドの枚数が5枚なんで、5個分エネルギーが軽くなるんで、炎エネルギー1枚出てて250点ダメージで取って、あれの勝ちです。え、大変ありがとうございました。ボスで勝ちだと思ったんだ。ルギア使って負けるやつおる。ルギア使って負けるやつおる。ということで、いや俺も正直勝てると思ってなかったけど、ピカチュウとかトゲネバルが可愛く遊ぶデッキで、やっぱりそう。どうしてだルギアだったら。どうしてだルギア。俺の勝ちだ。まあでもね、今回は、まあ、ちょっとあれだね、はい、そっちのデッキにポケモン入れ替えとかなかったのが良くなかった。いやでも
それは言い訳に過ぎないんで、まあ、まあでもレギアとかのね、はい、真面目な話ポケモンエレガーとか多分入ってないんで、はい、だからそれは言い訳に過ぎないんで本当に風船なんで本当に攻撃、はい、風船だったね、はい、すいません今回は僕の負けです、はい、ということで、はい、トリッピーさんの構築の負けです今回は構築あそうなるのか僕は負けてないそれネットで拾った構築だからあじゃあネットの構築の負けですネットの構築の負けです構築の負けですはいということで今回これで終わりますお疲れ様です、はい、お疲れ様です